株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。チャンピオンズシーで12着に敗れた白髪のアイドルホース、ソダシメス3歳立東菅井久志階級者父黒船は12月9日に滋賀ノーザンファーム信楽へ放牧に出される。株式会社 AI によるデモ音声です。走っていない感じですね。株式会社 AI によるデモ音声です。どこも悪くありません。これはデモ音声です。今後は向こうでの様子を見ながら考えたいと思いますと菅井調教師。株式会社 AI が提供するデモ音声です。しっかりと立て直し、本来の輝きを取り戻すための戦いへ向かう。